電化株式会社は日本の総合化学品会社。化学肥料、セメントの商標は群板員。旧社名は電気化学工業株式会社。三井グループと第一還元グループに所属している日経平均株価の構成銘柄の一つ。日本国政府の要請を受け、新型コロナウイルス感染対策として治療効果が期待される治療薬。 アビガンの原料である有機化合物、マロンサンジエチルの生産を開始する。2015年3月末時点の子会社及び関連会社数は112社である。かつては、電化グループとして、ナルセ証券、電化不動産、東洋化学、電化ポリマー電化エンジニアリングを参加に持っていた。6大社長会の加盟企業費2017年版バージョン。 週刊ダイヤモンド2017年7月29日号ダイヤモンド社32から33ページ厚生銘柄一覧日経平均株価日経インク2021年10月8日閲覧工場通覧大正9年12月アビガン原料糸井川の工場で3年ぶり生産再開へ政府の要請受け読売新聞 2020年4月17日閲覧。第156期優価証券報告書、電気化学工業株式会社、電化大見工場うなぎを食事業終了へ、今週メドに、環境保護を重視上越タイムス共同通信社間、FM ファン10月3日号より、ありがとうございます。